よろしくお願いします。今帰宅中。最近曲げ島あれどうなってるんでしょうか。たまに考えます。160円、違う、160億円で売却という話もありましたが、200億円という話もあります。まだまだ先が見えません。防衛省は買う方向みたいですけど、そこは分かんないですね。馬毛島を買えば F-35B の飛行訓練、離島奪還訓練など多彩に訓練が行えます。しかも第一列島線に近いですね。ふと考えましたが、あと硫黄島よりかなり近く、訓練地ができるということですね。鹿児島に近く物資など輸送も楽に行えるでしょう。護衛艦出雲、加賀、輸送艦など、さまざまな合同訓練が できると考えます。だんだんと日が沈むスピードが速くなってきました。9月中旬に差し掛かろうという今、これからどうなっていくでしょう。ありがとうございます。
今日も晴天。いつも回収もどこまでするのかなと考えています。なかなか見えない、見せないという感じですかね。